さて、旅人を探すんだよな。どこにいるんだ？旅人さんはどこにいらっしゃる？ああ、くそ、この塩。旅人さんはどこにいらっしゃるんだ？こういう時は宿屋にいると相場が決まっているだろう。この辺にいるんじゃないのか？あ、絶対あれだ。やっぱり。虎男。なんだよお前ら。キース。あ、キースかこれ。ケーキショップのおっさんに聞いたんだけど、人手を欲しがってる旅人ってのはあんたらのことかい？羊男。ほう。ええ、そうです。ひょっとして手伝っていただけるのですか？何するの？ええ、仕事内容と報酬次第ですけど。そうですよね。ただ私たちはここの通貨を持っておりません。金がないのか？じゃあダメだ。ここのってどこの国も全部エインだぜ。存じています。ただ報酬をそのエインで支払うことができません。ですのでネックレスでどうでしょうか？それは1万エイン分あるのか？ネックレス？こちらの世界では絶対に存在しない貴重なものです。あ、別の世界からいらっしゃったんですか？こちらの世界って。ミゼル、お前は説明が長くて困る。かわいこちゃんが混乱してるんじ、してるん、してんじゃねえか。おお。ディゼル、ディゼルか。悪かったな。俺はディゼムか。こっちが、見るぜ。俺、本当にちゃんと読んでねえな。俺たちは、こことは違う次元に存在する世界から来たんだ。おお、どうやって帰るんだ？こことは違う世界？そんなものが存在するんですか？ええ。どうやらそのようです。私たちも最初にあなたたちの世界の存在を知った時は驚きましたよ。平行世界ですか？ああ、平行世界ですか？魔法学的にはあり得るとされていますが、実際にこの目で異世界人を見ることになるとは、感激です。ねえ、猫さん、そっちには妖精とかいるの？ああ、いると思う。俺のこの耳やミルゼの角は、その妖精からのプレゼントなんだ。ちなみに、俺は猫じゃなくてジャガーな。あ、なんだお前、猫耳それ、アクセサリーなのか？妖精からのプレゼント？すごいすごい。二人の世界の妖精って気前いいんだね。てん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 。てん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 。何があった？我々はあるものを探しに来たんです。仕事内容は私たちの代わりにそれを探していただくこと。あるものってのは？キノコです。下ネタだな。わかるぞ。ちょいちょい入れてくるな、下ネタ。キノコ？松茸サイズか。キノコを探すためにわざわざ別の世界から。当然ただのキノコではありません。マイタケというキノコです。マイタケ、いい名前だな。マイタケではないんだな。すまんな。俺は松茸サイズのものしか持っていない。マイタケ？確かに珍しくはあるけど、それほど美味しくないし、貴重なものでもないはずだけど。あ、そうなんだ。そこら辺に生えてるのか？我々の世界ではとても貴重なんです。なぜ薬になるのですからね。マイタケが薬に？その反応だとこっちの世界ではマイタケ薬の研究は進んでいないんだな。実にもったいねえ。どんな効果があるんだ？腰痛や肩こり、頭痛などにとてもよく効くのです。あ、しょぼいな。我々の世界には妖精からのプレゼントとして動物の体をもらうもん、ん？体をもらうものが少なくない？あ、そうなんだ。へえ。だけど、本来角や耳などは人間にはないもの。なので、人体構造上大きな角、角などを持ったものは、頭や腰回りに支障を
来てしまう、支障を来てしまうこともあるんです。はあ、じゃあなぜそんなものをもらうんだ。それは切実だな。っていうかなぜそんな悪いことしかなさそうだけどな。でしょ。だからマイタケをできるだけたくさん国へ持ち帰りたいのです。どうやって異次元に帰るの。だけどマイタケなら森へ行けば生えてますよ。何も報酬なんか出す必要ないと思うんですが、俺たちはこの町から出られない理由があるんだよ。俺たちのようにプレゼントを受け取った人間はある一定の行動範囲を超えると消滅してしまうのです。お、そうなんだ。なんでそれ知ってんの。消滅？この世界から消えちゃうの。ひどい。どうしてそっちの妖精はそんなプレゼントをするの。確かにその通りだ。それは分かってねえんだ。ああ、まあそういうわけで時空移動したもののマイタケを取りに行くことができないのさ。ああ、何のために来たんだお前ら。話は分かった。困ったろ。安心しろ、俺たちがたくさん取ってきてやる。その代わりそのネックレス、いやお前たちのマイタケももらうぞ。微妙な下ネタだったな。ちょっと反省した。カットしようかな。いやいいや。よかった。待ってくださいケイス、その前にネックレスの鑑定を。その通りだカイ、ちゃっかりしてるな。カイ、ミルゼとディゼムの世界の肩こりと腰痛に悩む人々を救うんだ。報酬なんかむしろなくていいくらいだぜ。キース、お前はいつまでバカなんだ。また火つくんだから。まあ、あなたらしいですけど。そうね。でも私もそんな気分よ。本当にありがとうございます、皆さん。助かるぜ。10個くらい取ってきてもらえるか。なるほど、10個ね。10個だな。任せとけよ。ところで、マイタケってどこに生えてんだ。そんなことも知らずに、なんて言ったんだ。単価か、単価切ったんですか。ネクスター国ブルームーンシー、あ、マジかよ、あっちまで戻んのか、の森でよく採取されるんですよ。そっか、よし行こうぜ。しょうがねえ、戻るか。戻りながらちょっとじゃあヘビを売ってお金をもらって、あ、せっかくだからレベル上げとかしようかな。よーし、とりあえずは一旦戻ろう。うわー、みんな攻撃力弱ー、攻撃弱ー。嘘だろ、特殊攻撃しか通らないの。どういうことだよ、特殊攻撃しか通らないって。嘘、あれ通らない、なぜ。やばいやばいやばい、逃げよう。え、なんでなんで、今攻撃全然通んなかったぞ。何何が起きた。え、嘘、装備変えた。え、え、何何何、どういうこと。いや、え、セクシーなブラジャーのせい、ブラジャーのせい。え、とりあえずお金をちょっと。あれ、なんでだ。また謎の仕様が始まったぞ。おい、いやー、わからないことだらけだ。とりあえずお金は2000円までいったな。宿屋4回泊まれるな。まあ、とりあえずブルームーン市あたりの森だ。あ、ここだな。さては、あ、マイタケの森だ、ここだ。どこにあるんだマイタケは。10個取ってこいって言われてたからな。あ、これだ。オッケー、1個目。うわー、長くなりそう。めっちゃ広い。2個目。え？
3個目。マジか、こんなに生えてねえの。4個目、5個目、まだ半分か。うーつれーこれ。あ、やった。6、7、よし、あと3つ。あれ？ 8、あと2つ。よし、9、あと1個。マジかよ、どっかで見逃してる。うー、よし、10個目だ。あー、つらい。あー、つらかった。よし、とりあえず帰ろう。あ、そうだ、さっき戦闘で攻撃が通らなかったのが気になってるんだけど、大丈夫だよな。さすがにもう大丈夫だよな。嘘。なんで攻撃が通らないの。ちょっと一回逃げよう。なんでまずいぞこれ。どういう仕様だよ。はあ、やっば、ザコとも戦えなくなっちゃった。おい、これクリアできるのか。それにしても毎回何かしらの事件を起こすな、このゲーム。すごいな。ちょっと試しにもう一回だけ。ほら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 、一切通らない。なんでこれ積んだんじゃねえか、もしかして。まあ、とりあえず行けるとこまで行こうじゃないか。いや、参ったな。まあ、とりあえずあの猫と羊に渡すか。よ、あれ？おい。あ、こっちか。持ってきたぜ。ありがとうございます。本当に助かりました。これで薬が作れます。では、約束の品を。よーし、ネックレス入手。遠慮なくもらってくれよ。ありがとな。礼を言うのはこっちの方だぜ。またどこかで会えるといいな。ええ、ミルゼも、ディゼンも元気でね。たまんねー、なんなら一緒に来る？あー、待て。アーデルハイト殿は、俺のものだ。そりゃダメだ。冗談だって。それじゃ、お前たちも元気で。いつかまたお会いできるといいですね。ああ、じゃあな、二人とも。どこに消えたんだ？で、どうやって帰ったんだろうな、異次元に。その辺のなんか話をちょっと聞きたかったけれども、まあいいだろう。さて、このネックレスをどうしたものか。普通に売ってみるか。いや、あの船着き場のおっちゃんに渡したらいいのかな。ネックレスでどうだ、おっちゃん。まだ。ち、さっさとしねえと出ちまうぞ。あれ、あ、じゃあ売るか、しょうがねえ。うん、ねえお姉ちゃん、このネックレス買い取ってくんないかな。ん、どれどれ。これは、どこで手に入れたんだ。ああ、うん。知り合いに報酬でもらったんだ。嘘を吐け。こんな珍しい？違う、珍品、報酬に渡すアホがいるかよ。盗んだんだろう。ちげえよ。本当にもらったんだ。まあ、なんでもいいや。それよりこれ、本当に譲ってくれんのか？値段次第かな。じゃあ、1、10、100、1000、万、10万、15万円！すげえ金持ちだ。それだけありゃ船に乗ってもお釣りが来るな。よし、いいぜ。わかった。じゃあ成立だ。1、10、100、1000、万、15万円を手に入れた。こりゃいいものを手に入れたぜ。ありがとうよ、お兄さん。おお、
もうお金の概念もうぶっ飛んでるな。ところで君、なんかいいアイテムは持ってないのか。ほう、フィジカルサプリ、救急セット、ブローチとかどうせ装備できないんだろうな。いやでも装飾品は装備で、まあまあまあ、待て待て、焦ることはない。まずは船に乗ろう。次の町で買えばいいさ。一人1、10、100、1000、まあ、あれ、やっぱ一人2万円いんじゃん。1万じゃ全然足んないじゃん。ああ、これでいいだろう。よし、ノースカイザーランドへ出航だ。あー、船のエフェクトとかないのか。ここがノースカイザーランドか。とうとう着いたな。あれ、あ、もう着いちゃったの？目指してたところに。カイ、厳密に言うと、あ、カイじゃねえ、厳密に言うとノースカイザーランドメイル町。ノースカイザーランドってのはいろんなとこがあるのか。カイ、いちいち細かいなお前。キースが大雑把すぎるんですよ。何？俺のどこが？てんてんてん。あ、黙っちゃった。自覚しちゃったのね。フレデリク、これからどうすればいいかな。そうですね、まずはやはり関所付近の様子を見に行った方がいいでしょう。被害状況の把握をしなければ。わかった、行こうぜみんな。明らかに怪しい赤髪がいるけど、あいつはシカトでいいの？ん？誰なの？ちょっと明らかに怪しい赤髪。あ、もうあいつには会えないのかな。ちょっと待てよ、どういうことだよ。宿屋が2つあるぞ。入れねえ。入れた。お、ここは普通に宿屋なのかな。ああ、普通に宿屋か。いや、5万円も持ってるぞ。おい、買い物したいな。そこはいけないのか。うん、買い物したいな。お金を持ってるとやっぱりちょっと買い物したくなるってのは人間の衝動である。さて、相変わらずどこの町に行っても閑散としてやがる。おお、どうした。おお、びっくりした。あ、いきなり自分の声が聞こえた。ああ、びっくりした。船乗り。あ、久しぶりの声だ。みんなの。お主たち、ついていたのか。ついていたのか。ああ、ちょうど今な。元気そうね、船乗り。紹介するわね。私の恩師のフレデリク先生と妖精のユリエちゃん。お、よろしくな、宗則と申す。それとこのちっこいのが俺の剣だったカイだ。よろしく、お見知りおきを。お、いい声だなフレデリク。忘れてた、そんな声だったっけ。よろしくね宗則。よろしくユリエちゃん。どうぞよろしく。お、よろしくね。うん、おお、なんだなんだ。あ、こんなセリフあったな。お、いや、失敬。やはりただの剣ではないと思っていたが。宗則、気づいてたのか。もちろんだ。あ、すっげえ。俺なんてガキの頃からこいつと一緒だったけど、普通にただの剣だと思ってたぜ。何度もコアを光らせて合図を送っていたにもかかわらずね。あれ、合図だったんだな。俺、光の加減とかかと思ってた。ああ、久しぶりに声聞くといいな。ずっと声あってほしいな、やっぱり。はいはい。カイの声はあれだね、実は女性なんだね。それより宗則さん、目的地はないとおっしゃっていたと思いますが、どういう経緯でわざわざここまで。カイ、なんだ、ずいぶん突っ込んでくるじゃないか。うむ、窃盗団がこの国に魔族を放ったと聞いてな。それを相手にすればいい鍛錬が積めると思ったのだ。いい鍛錬を積むために来たのだ。熱心なのね。おお、なんだなんだ、アーデルハイトを引くなよ。それだけじゃないさ。それだけじゃない。ついでに姉に手紙を出そうと思ってな。姉ちゃんに会いに来た。会いに来たわけじゃないんだ、手紙か。うん。宗則、お姉さんがいるのか。ああ、ここノースカイザーランドのどこかの町にな。姉は生まれてすぐ親戚に引き取られたとかで、一度も会ったことがないのだが、実の姉なのだし。
せっかくだから手紙の一つくらい書いてみようという気になったんだ。なんかこう久しぶりに自分の声を聞くと、ああもう一回やり直してってなりますね。でも住所がわからないんじゃ。ああ手紙は出せなかった。だがいいのだ。何しに来たんだろうね宗則は。手紙は出せなかったんだね。名前とかで探してもらえないのか。せっかく書いたのに。無理だと言われたが、別に諦めたわけではないよ。自分で渡すことにした。その通りだ、自分で渡すことにした。そりゃいい、お姉さん喜ぶぜ。では宗則さんは当面ノースカイザーランドに留まるんですね。ああ、そのつもりだが。よければ俺たちと行動しませんか。力を貸してほしいんです。おう、いきなり誘ってきたな。何、力を。おい、カイ、唐突すぎるだろお前。その通りだ。前回はフレデリックさんのおかげで助かりましたが、幻影でさえあの強さなんです。俺たちはもっと仲間を集めて強くならなきゃいけない。何やらただごとではないようだな。宿を取ってあるから、そこで詳細を聞かせてくれまいか。うん、とりあえず詳細を聞いてやろう。ええ、もちろんです。お、すごいみんな。すごい。桃太郎伝説みたい。これいいね、このゾロ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 と。さて、宿を取ってあるって言ったが、宿はどこだ。さっき下にあったあれか。インって書いてあるところか。あれなんだこれ、あれまただ。ここに謎の壁があるぞみんな。ここになぜここに壁があるんだ。ちょこちょこと出してきますね、そういうところをね。これか。よいしょ。ってことはどっかの部屋に入れるのか。宿を取ってあるって言ってるけど、みんなで同じ部屋に泊まるわけねえよな。それにしても気に入らないのはこの私が一番後ろについてるのが気に入らないな。入れ替えしてみよう。むむああんん、どういうことだ。これでいいのか。入れ替えになったか。あれダメだ。あ、そういうことか。あー、こうやって入れ替えるんだ。なるほどね。一番前に俺を置けよ。しょうがないな。じゃあだったら一番後ろがいいや。一番攻撃当たらなそうだしな。アーデルハイト殿は、俺の近くに置きたいから、じゃあ、フレデリックとかあたりでこう壁を作って、で、ユリエと、待て、ユリエとアーデルハイトで、こう、サンドイッチにして、で、前の3人で壁になってもらおう。よし、いい感じだ。ああ、いいじゃないか。よしよしよし。さて、あれ、宿を取ってるんじゃなかったのか。どこの宿を取ったんだ、俺は。ちょっと待って。あ、一回宿に泊まれってことか。しょうがないな。お金払って泊まるか。じゃあ、ちょっと一泊するわ。宿を取ってたはずなのにな。あれ？おい。え、あ、宿を取ってあるから話を聞かせてくれまいかっていう話が終わったっていう体でいいのかな？これは。わかりづらい。どうしたらいいんだろう。お買い物もできないし。お買い物したいな。そうか。あ、これはじゃあ宿に行って、なんかこう事情を聞いてもう仲間になりましたっていう体でいいのかな。
ああ、じゃあこの辺でちょっとレベル上げとかもしたいですね。一旦セーブしましょう。